世界選手権について皆さんどんな位置づけの大会なのか知らない方もいると思うので説明させていただきます。少々お待ちください。はい、それでは先ほどの VTR の中でも少し紹介がありましたが、世界陸上競技選手権大会、通称世界陸上とは、どのような大会なのか説明いたします。世界陸上とは、世界最高峰の陸上競技の大会で、オリンピックメダリストや世界記録保持者など、世界に名だたる選手が集うイベントです。開催されるタイミングは2年に1度、奇数年の8月から9月に、約10日間にわたり行われます。今回は2022年7月の開催ということで、奇数年でも8月、9月でもありません。新型コロナ感染拡大の影響を受け、東京2020オリンピックが2021年7月に延期になったことから、昨年開催される予定が今年に変更となりました。そして今回、西山選手が出場するマラソンだけでなく、短距離やフィールド競技など49種目が行われ、世界各国200以上の国から約2000人の選手が参加します。トヨタ自動車陸上長距離部の選手としては、2011年に韓国デブ大会男子マラソン日本代表として出場した織田義典選手以来の出場となります。日本では TBS テレビで放送され、過去12大会連続で俳優の織田裕二さんがメインキャストを務めていると聞けば皆さんピンとくるのではないでしょうか。今回で18回目を迎える世界陸上。どんな記録が、そしてどんな伝説が誕生するのか。世界の超人たちに注目です。そして次に、西山選手がどのような基準で日本代表に選ばれたのか。マラソン代表の選考方法について説明します。まず、日本代表には3名の選手が選ばれます。1人目は2020年度と21年度の2年間の総合成績をポイント化し、そのランキングが1位となった選手が選ばれます。安定して高いレベルのパフォーマンスを残した選手が代表を手にします。2人目、3人目は選考レースに定められた2021年度の福岡国際マラソン、別府大分毎日マラソン、大阪琵琶湖毎日マラソンのどれかの大会で、派遣設定記録である2時間7分53秒をクリアし、そしてそのレースで日本人2位以内となった選手から選ばれます。西山選手はかねてより1万メートルで28分台を切れた翌年、または実業団5年目でマラソンにする計画を立てており、その計画通り昨年度、1万メートル28分台切りをし、2月の別府大分毎日マラソンで初マラソンに挑戦しました。そしてそのレースで派遣設定記録をクリアする2時間7分47秒で見事優勝、世界出場資格を獲得しました。今回出場資格を獲得した選手は7名おり、選考の結果、西山選手は見事代表に選ばれました。厳しい設定タイム、順位、またそれをクリアした選手の中でさらに選考を行って、今回の代表を手にしております。はい、ここでマイクを司会にお返しします。西山選手は7月17日にアメリカ・オレゴン州ユージーンにて開催される男子マラソンに日本代表として出場します。それでは早速ですが、西山選手へ岡山工場長より激励のお言葉をいただきたいと思います。お願いします。まず西山選手、出場おめでとうございます。オレゴンというその陸上のなんか聖地みたいなところですね。そこで世界陸上が開かれるということで、非常に光栄なことだと思っています。世界陸上でいうと、私はね、近々ちょっとそのスーパースターが集まるの、そうなんです。例の織田裕二さんの司会ね、あれがいつも気になってですね、毎回毎回見るんですけども、で人はですね、織田裕二、来たと言わせてください。とはいうものですね、あまり、ね、緊張しないですね。楽しむことも必要だというふうに思いますので、また、このポーズが見れるようにですね、ちょっとよろしくお願いいたします。頑張ってください。
ありがとうございます。続いて佐藤総監督よりコメントをお願いします。皆さん、こんにちは。お休みの時間ですね。このような会を開催していただきまして、誠にありがとうございます。西山の練習状況ですけど、まあ、4月の末ぐらいから、ね、下旬から、準備しまして、5月中旬ぐらいですかね、菅平で合宿、また6月、中旬から7月、先週の金曜まで菅平で合宿、あとは地元田原でやっております。他の選手はアメリカなどで、ね、コーストレーニングということでやってますけど、西山本人とね、奥さんが手料理も間で食べたいということで、十分練習も順調にきましたし、精神的な部分も奥さんが支えてくれて、十分、今のところいい状態でここまで来ております。皆さんの応援からですね、力になりますので、日曜日、10時ですかね、はい、ちょうどいい時間帯だと思いますので、皆さんの応援のほどよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。じゃあもう頑張るぞ。はい、以上です。ありがとうございます。それでは最後になりましたが、西山選手より大会への意気込みをお願いします。まずはじめに貴重な昼休みと、私のために同好会を開いていただきありがとうございます。ご紹介があった通り、来週末に帰り選手権マラ男子マラソンの方に出場します。世界選手権という舞台は、私の、陸上人生において目標の一つであり、夢の舞台でもあります。その舞台に立てるまでに、会社のサポートや、従業員の皆様の応援が、すごく力となって、代表を獲得できたと言っております。今大会の目標は、8位入賞と自分の力を出し切ることです。その目標を達成するためにも、代表を獲得した時と同等、またそれ以上の、応援をしていただけると、それを力に変えて、目標を達成するために頑張っていきたいと思っていますので、たくさんの応援よろしくお願いします。本当に本日はありがとうございました。ここでチームを代表してキャプテンの服部選手より西山選手にお渡ししたいものがあるそうです。服部選手、お願いします。せーちゃん、目標を達成してぜひこの国旗を掲げてください。ありがとうございます、はい、頑張ってください。フラインボールくらいだをもちまして西山雄介選手の壮行会を終了いたします。貴重なお昼休み時間ご参加いただきありがとうございました。